こんにちは、きなこです。今日はカナダのスーパーをご紹介しようと思います。カナダはね、いろいろ あるんですよ、スーパーが。セーフウェイ、私の大好きなセーフウェイと、ノーフリーズとかコスコとか、あとアジアのものが売っている、まあ中国系を中心なんですけど、 T&T っていうのもありますね。まあいろいろある中、今日は私の大好きなセーフウェイを紹介しようと思います。私がセーフウェイの好きな理由はただ一つ、家の前にあるからです。あと、他のセーフウェイに行ってもね、駐車場が無料とかいろいろあるので、まあセーフウェイが基本的に好きですね。では、あと音声は説明しながら動画撮ってきたんですけど、前のセブンイレブンを紹介した時と一緒で、音声、周りの音が大きすぎて自分の声があんまり聞こえなかったんですよ。だから、後で、音声をつけてみました。それではどうぞ。はい、今回はちょっとドライブしたかったので少し遠い、セーフウェイに行ってきました。なのでちょっとね、外見の写真撮るの忘れてしまってロゴで失礼します。で、もしバナナが買いたい時は、自分の好きな本数を取って、でここの数字がね大事なので後で覚えておきましょう。ここね大事で、あと玉ねぎとかもたくさんあります。これ全部量り売りになっております。これもで、飲み物、これ全部ジュース、フルーツ系のジュースになっています。こんなにある。でこれ、紅茶なんですけど、めっちゃおすすめ。これもね、ポテトめっちゃでかい、顔と比べるとでかい。それに比べてこの人参はめちゃくちゃ細い、なんでだろう。でここがね、まあフルーツとか野菜コーナーがこんな感じになっています。お父さん映ってるけど、でここオーガニックも売っております。玉ねぎとかトマトとか、まあいろいろアボカドとかね売ってます。でここの、ピーナッツとかグミとかは全部量り売りで、普段は自分で量決めるんですけど、今コロナウイルスの影響でお店の人が勝手に、箱に入れております。たくさんあるねこれ。でこっちのターキーめっちゃでかい、見てこれ、両手で持たないと重くて持てないし大きいんですよ。でお土産としてね、メープルシュロップ本物も売っておりますが、私のおすすめはこの偽物のやつです。こっちの方がなぜか甘いんですよ。とこのティム・ホートンね、めっちゃおすすめ。お父さん髪の毛気にしております。でここね、アジア人多いんで、こう表記のところに中国書いてあるんですよ。漢字一応まあ理解はできるけど、こうスポーツドリンクとかも書いてあるんですよ。でまあこんなにたくさんジュースあります。こんなに。で日本のも、見つけました。ポッキー、お菓子ね、とハイチュウです。で私の衝撃的なこのクッキー、私の大好きなクッキーのメーカーと大好きな、このグミのメーカーがコラボしてたんですよ。美味しいのかな、まあ、チャレンジある方は、チャレンジ精神ある方は試して。でここシャンプーリンスコーナーで、こんなにもまたたくさんあります。メンズの、シャンプーリンスもこんなにたくさんあります。髪染めもこんなにたくさん種類があります。こっちに、パンテーも売っております。全部同じような匂いなんですけど、まあどういうスムーズにしたいかとかで決めて、これ私のおすすめですね。ホールブレンズめっちゃおすすめで、これこっちの人多分脇の匂いとかめっちゃ気にするんですよ。だからこれ全部脇用のクリームですはい、でこっちサプリメントが安いということで人気なんですよね。これ、私がいつも飲んでるやつは200個入っていて、普段12ドルぐらいです。今安くなって8ドル39、まあ1200円ぐらいで買えます。普段ならこんなにあります。はい、では、肉コーナー、ここね、これもう全部量りなので、まあ高かったらそれぐらい量が多いということです。こうめっちゃ大きいのもあるし、でひき肉もあります。もちろんこれも、多ければ量が多ければ高いということです。
でシーフードももちろんあるんですけど、こっちの人は多分シーフードより肉の方が多く買うんですね。だからシーフードの方がちょっと安かったりします。で ABC 州の、人気のサーモンでございます。こちらも部分的に、売っておりますね。でここはのど飴コーナーなんですけど、私のおすすめはこれです。これめっちゃひどい時に効きます。口の中を麻痺して、ま、あのひどい時はめちゃくちゃ効きます。でもし軽い症状の時はこのネオシトランっていうやつです。でこの前お父さんがね買いに行った時に発音が通じなかったみたいなので、ま、練習した結果これが発音の仕方です。ネオシトランはい、まあ決して悪い言葉を言ってるわけではないです。でここ牛乳コーナーね、いろいろあります。ラクロトスとかオーガニックファットフリー 1% 2%、 私のおすすめはこの 3.75 だったかね、25だったかな、まあ、これが一番好きなのでこの一番大きい4リットルのを買います。もちろんね今回も買いました。政府へ行くたびに買います。ここは、ケーキなんですけど、これ日本人の方はねめっちゃ甘くて食べれないっていう人が多いんですけど、私たちカナダ人はもう大好きで、パーティーと言ったら絶対この、ケーキを買います。これ母の日用のねケーキです。まあ、こんな感じで、ここはちょっと子供向けのが多いですね。まあ、ハッピーバースデーとかね、プリンセスとかあります。まあ、もしねホールない嫌だっていうこと方はこう切ってあるのも売ってあります。でこのパンコーナーなんですけど、私たちのおすすめはこれです。バタークラストブレッドがおすすめです。はい、まあ、中のパンコーナーはこんな感じで、こっちの人ねあのアレルギー多い人が多いんですよ。だからこう表記化されてるんです。ピーナッツとかミルクとかナッツ、どれが入ってる、どれが入ってない。でこのカップケーキはもうカナダ人の成果がよく出ている。こっちは少ないのにこっちはめちゃくちゃこのスプリンクルのハートのやつが多い。もうね性格出てます。はい、でこうあのもう作ってあるのもあります。このポテトエッグ、ポテトサラダが好きです。でここねめちゃくちゃあのギフトカードの種類が多いんですよ。こんなにもあるのに、またさらにこっち側にもあるんですよ。こうスタバとかマークとか有名なティム・ホートンとかもあって、からのもっとこっち3面全部ギフトカードで埋まっております。すごいな。でレジはセルフチェックアウト、自分でやるやつ、エクスプレス15品以下のやつと、あとまあ普通のねレジがあって、私たちはいつもセルフチェックアウトやってます。こうやってね、まずポイントカード聞かれるので自分で、このポイントカードをピッてして、まあ普通にあの自分が買ったものをねこうやってバーコードでピッてここにスキャンして、こっち側の袋に入れるという感じで、まあ父の流れを見てみましょう。全体的にねこうやってピッてして袋に入れる。でこれあの袋に入れる前にピッてしちゃうとエラーが出て店員さんを呼んでってなんか出てきちゃうので、一人がやることをおすすめします。前にお父さんと喧嘩したこともありますエラーが出すぎて。で、こういうバーコードがついてないやつは先ほど言ったそのバーコードをね入力してやって、これも全部はかりなのでここに置いて、待って、で結果値段が出たら、まあ、袋に入れるという形です。もしコードを忘れた場合はこうやってルックアップアイテムで、こう探します。キャロットで、また測りなんで置いて、で値段が出たら袋に入れる。で今回は車で来たのでこのカートごと、下の駐車場に行って車の中にあの詰めていく感じです。いかがでしたでしょうか。セーフウェイカナダのスーパーマーケット、そう、まあ、セーフウェイは多分基本的にまだ小さい方のスーパーなんですよ。他にも、まあ、コストコとかあのスーパーストアに行くとすっごい大きいんですよ。で、
並びますね、レジ絶対に。まあセーフよ、あんまり並ばなくて済むんですけど、まあそういうことで皆さんぜひ近くのスーパーに行ってみて、見てください。あの野菜のねサイズとかもうめちゃくちゃ日本と比べて大きいので多分楽しめると思います。じゃあまた。魚を食べると頭が良くなる。魚を食べるとまた取られてた